こんばんは。神奈の本棚へようこそ。管理人の神奈と申します。よろしくお願いします。というわけで今回の動画はですね、年末年始にウィーン、ザルツブルク、プラハを巡ってまいりましたので、そちらの様子を少しお届けしたいなと思っています。 Vlog 風にですね、個人的に良かったなと思うスポットを紹介していければと思いますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。まずはじめに訪れたのがウィーンですね。やっぱりコロナで長い間ヨーロッパに行けていなかったので、こうしてね、久しぶりにヨーロッパの街並みを眺めることができて、それだけでもかなりテンションが上がりました。この日は街をブラブラしながら美術館などを巡っていたんですけれども、中でもこのウィーン美術史美術館というところはすごく印象深かったです。ハプスブルク家が持っていた絵画を中心に展示していて、あのブリューゲルのバベルの塔があることでも有名なんですけれども、まあ、そうしたコレクションはもちろん面白かったんですが、そもそも建物のね、デザインがすごくかっこよくて、そういった内装も含めて楽しめる美術館だったかなというふうに思います。そしてこの美術館の中には、世界で最も美しいカフェと呼ばれる場所がありまして、こんな感じでね、美術館の建物の一角が丸々吹き抜けになっていて、その下がカフェになっているという感じなんですけれども、ここはさすがに圧巻でした。この日は12月31日だったんですけど、ウィーンの街はニューイヤーイベントで大盛り上がりになってまして、街中がね、人であふれ返っている中を歩きながら、なんとなくニューイヤーの雰囲気を味わってきました。街に何個もステージみたいなのが建てられていて、そこでね、いろんな演奏とかを行っていて、もちろんいろんな露店が出てたりとか、あとイルミネーションがされていたりとかですね、本当に街全体で盛り上がっているような感じで、まあ、なかなか日本ではない規模だなっていうのは感じましたね。次の日は朝早くから電車に乗りまして、少し離れたザルツブルクという町に行ってきました。こちらも観光地ではあるんですけど、ウィーンよりはだいぶ落ち着いた雰囲気でですね、ここでは町の名前を冠したザルツブルク城を中心にですね、他にも教会を見たりとか、あとは買い物をしたりとかしてブラブラと過ごしました。ザルツブルク城の中は思ったよりも広くて、いろんな建物が林立していて、城というよりももはや一つの町として成立しているような印象でした。次の日はまたウィーンの方に戻ってきて観光しました。こんな感じであいにくの天気だったんですけれども、この霧が出てる感じがね、逆にヨーロッパっぽくて、これもこれでテンションが上がりました。この日は僕が一番行きたかったこのウィーン国立図書館の方にやってまいりました。こちらはハプスブルク家の手によって18世紀頃に建てられた図書館で、現在はいわゆる図書館的な貸し出し等は行っていないんですけれども、一般に公開して中に入って見学することができるようになっています。中はこんな感じで、とにかく豪華絢爛で規模がでかい。まあ、どれだけね、当時ハプスブルク家がすごい力を持っていたかっていうのがこれだけでも感じられるんですけど、なんとこちらの中にですね、約20万冊の本が詰め込まれているらしくですね、そういった意味で物量っていうところもすごく圧倒されたところがありました。本当にファンタジーの世界観というか、まあ、事実は小説よりもきなりじゃないですけど、実際に中に入ってね、こうして目の当たりにしてみると圧巻の光景で、世界一美しい図書館なんて呼ばれているそうなんですけれども、それも納得だなというふうに感じました。一緒に行った友達に写真を撮ってもらったんですが、
めちゃめちゃ映える写真が撮れたので、これからは近影としてねこの写真を使っていきたいと思います。ちなみにこの写真で着ているこの水色のジャケットなんですけど、ウィーンのローデンプランクルという老舗ブランドで買ったジャケットで、まあ、7万円ぐらいしちゃったんですけど、なんか襟の形がちょっと特殊でちょっと軍服っぽい感じになっているというか、この形がねウィーンの伝統的な衣装らしくって、ボタンにもすごく細かい細工がされていたりとか、なかなか日本では売ってないなと思ったので、これは買わねばならんと思って思い切って買ってしまいました。結構ねユニークなデザインの、服がたくさん置いてあるお店だったので、ぜひウィーンに行った際はねローデンプランクルにも立ち寄ってみてはいかがでしょうか。そして続いてやってきたのがステファン大聖堂になります。こちらは世界遺産にも登録されている有名な教会なんですけれども、結構街の中心地にあってお土産屋さんとか飲食店が立ち並ぶ中にいきなり現れるので少し驚きましたね。もちろんこうして教会の内部を見ることができるんですけれども、特に面白かったのがカタコンベと呼ばれる地下墓所を見ることができまして、残念ながらね写真とかは撮れなかったんですけど、数百年前の施設が本当にそのまま残っていて、なんと中にはハプスブルク家の人々の内臓がですね壺に入れられて納められていたりとか、あとはペストが流行った時にですねたくさんの人が亡くなったんですけれども、その人たちの遺骨がですねとんでもない量積み上がっていて、まあ、その遺骨が生々しく残されているという様子を見ることができたりとかですね、すごく他では見れないものをたくさん見ることができたので、ぜひこちらに訪れた際はカタコンベにも行っていただきたいなと思います。次に訪れたのがこちらの本屋さんなんですけど、なんと音楽専門の本屋さんというちょっと特殊なお店でした。さすがにね音楽の都と呼ばれるウィーンだけあって、こういう風に音楽に特化した書店さんがあるみたいで、こうして壁一面に楽譜が並んでいたりとか、音楽の専門書が置いてあったり、あとはね細々雑貨とかも置いてあったりしたので、お土産を買ったりするのにもいいのかなと思いました。こちらもなんとなく眺めてるだけでも面白いお店だったので、ぜひ立ち寄ってみていただければなと思います。こうして1日いろいろ見て回ってすっかり夜になりまして、今度はこちらのウィーン国立歌劇場の方にやってきました。こちらはいわゆるオペラハウスというやつでして、僕たちはですね、この日の夜に、オペラのチケットを予約していたのでそれを見に行きました。まあ、正直オペラは全く見たことがなくて、まあ、興味があるかと言われると正直微妙なラインだったんですけど、ウィーンに来たからにはさすがに一度は見とかなければいけないだろうということで、見に来たんですけれども、まあ、とにかくね建物の中がすごく豪華で、来ている人とかもね結構なんかしっかりとしたフォーマルなドレスとかを着てきたりとかしていてですね、なんかそういうこう非日常的な場としてこう人々に親しまれてるんだなっていうのを感じてですね、そういう意味ですごく面白かったですね。ただ内容が面白かったかと言われると結構微妙なラインで、まあ、ギリギリ音楽を楽しむことができたかなという感じでした。一応ね目の前にモニターがあって、そこに日本語訳が映し出されるので話とかは全然わかるんですけど、まあ、それでも結構ねしんどかったというか、正直あまり面白くはなかったかなという感じですね。経験として一度は行ってもいいのかなと思いますけれども、まあ、正直僕はあまりハマれなかったです。そしてこの日最後にやってきたのが、こちらカジノウィーンになります。僕は少し前からポーカーにすごくハマっていて、まあ、ネットでやったりとか友達とやったりとかしてですね、遊んでいたんですけれども、やっぱりね実際に本物のカジノでやってみたいなという気持ちがすごく強くてですね、今回ウィーンに行ったタイミングで、カジノデビューをしてきました。もちろん日本語は通じないですし、周りは外国人だらけでですね、しかも僕はリアルでポーカーをするのがほとんど初めてという状況で、かなりね心臓バクバクの中やったんですけれども、まあね全然ルールとかが分かっていれば言葉が通じずとも特に困ることもなくですね、淡々とプレイをしまして、まあ、無事に2万5000円ぐらいですかね、1時間で勝つことができました。ちなみにですね、一緒に行った友達はですねポーカーをやらずスロットをやってまして、300ユーロぐらい溶かしておりましてですね、皆様もぜひカジノに行く際はお金をなくしすぎないように気をつけていただければなと思います。そんなわけであっという間にウィーンも最終日になってしまいました。この日はですね、午前中は街をフラフラしながら買い物をしたりなどをして過ごしていました。
中でも個人的にヒットしたのがこちらのシェイクスピア&カンパニーブックセラーズというお店になります。基本的にオーストリアはドイツ語が公用語なんですけれども、ここは英語の本のみを扱っているお店でした。店内はさほど広くないスペースに本がうずさかく積まれているような感じで、かなりね本好きとしては心くすがられるような雰囲気でした。で、実際に置かれている本も、あんまりね日本では見かけないような本ばかりで、装丁とかもかなり面白いものが多くてですね、つい見入ってしまって結構長居してしまったんですけれども、どれを買おうかなと思って結局この超豪華な不思議の国のアリスを買いました。この本は不思議の国のアリスとその続編の鏡の国のアリス、ルイス・キャロルの他の小説なども載っているみたいで、かなりねボリューミーな内容になっていて、とんでもない分厚さなんですけれども、意外とこれで5000円前後ぐらいだったのでかなりお手頃なんじゃないかなと思いますね。今回は食事まで載せているとかなり膨大になりそうだったのであえて避けているんですけれども、ここだけは紹介させていただければと思います。こちらグリーヘンバイセルというお店なんですけれども、なんとですね創業が1500年ということで500年以上も続いているウィーン最古のレストランだそうです。店内は落ち着いた雰囲気で調度品一つ一つにも歴史を感じるすごくいいお店でした。そしてお次に訪れたのがこちらのシェンブルン宮殿になります。会議は踊るされど進まずという文句でおなじみのですねウィーン会議が行われた歴史的な場所になっておりまして、宮殿の中はですね当時の部屋などがそのまま再現されていて、そういった展示を見ることができるんですけれども、宮殿の中だけでなく宮殿の周りもですねこんな風にとんでもなく広いお庭が広がっておりまして、もう本当に一周回るのに下手したら1時間とかかかってしまうぐらいの広さがある公園みたいになっていました。ところどころにこういった建造物があったりなどもしてですね、散歩してるだけでも非常に楽しい空間だったんですけれども、残念ながらですね、僕がいたのが真冬だったので、本当はこの風景も草花がね美しく色鮮やかに咲いているようなんですけれども、残念ながら全て枯れてしまっておりました。ちなみに一番奥がこんな風に丘になってまして、ここからですね、シェーンブルン宮殿と一緒にウィーンの街を眺めることができて、こちらもねすごくいい景色でした。というわけでウィーンの街を出てですね、朝焼けの中電車に揺られてプラハへと向かっております。あたかもですね優雅に旅を過ごしているように見えますが、実はですね本来昨日の夜にプラハまで移動する予定だったんですが、見事に終電を逃し急遽ですねウィーンでもう一泊ホテルを新たに取って、なんとか一命を取り留めまして朝一でプラハに向かっているという状況でございます。やっぱりね慣れてない街だと結構電車をね逃してしまうことはあるあるなので、皆さんもね海外旅行に行った際は致命傷になりかねないので気をつけていただければと思います。そんなわけで約4時間ほどかけてプラハの方にやってまいりました。もう電車で国境を越えるっていう経験が初めてで、特にねパスポートの確認もなくいつの間にかチェコに入っているっていうのがねすごく不思議な感覚でしたね。プラハではこちらのアールヌーボーパレスというホテルに泊まったんですけれども、ここがすごくいいホテルでした。ヨーロッパらしいトラディショナルな雰囲気で、外観や内装もすごく雰囲気がいいんですけれども、中はすごく綺麗ですね、居心地のいい空間になっていました。朝食はねオーソドックスなバイキング形式だったんですけど、こちらもねめちゃめちゃ美味しかったです。値段的にも1泊1人1万円ぐらいだったので全然高くなくてですね、そういった意味でもすごくおすすめのホテルでした。プラハは世界一美しい街なんて言われているらしくてですね、確かに一つ一つの建物の見応えとか、あとは全体的な街の雰囲気っていうところもすごく魅力的だなというふうに感じました。この石畳が続いている感じとか、細い路地が入り組んでいる感じとかですね、いわゆるヨーロッパとしてパッとイメージするような街並みっていうのがそのまま目の前に再現されている感じでですね、すごくそういった意味ではテンションが上がりました。そしてチェコといえばミュシャですね。
19世紀から20世紀頃に活躍した画家ですけれども、日本でもねかなり人気が高いのでご存知の方も多いと思いますが、正直僕はね、まあなんとなくのこう絵のタッチとかイメージは持っていたんですけれども、実際にまじまじと見たことはなくてですね、今回こちらのミュシャ美術館に行って初めてしっかりとミュシャの絵を見てきました。僕は正直絵に関してはすごく知識の浅い人間なんですけれども、ミュシャの絵はすごくこう印象深いというかインパクトがある絵でしたね。とにかくデザイン、そして表情、そしてポーズ、構図っていうところがすごくかっこいいんですよね。何も考えずに現代的な視点で見てもすごくかっこいいなって思いますし、何よりですね、やっぱりこうなんか日本のまあファンタジーとかまあアニメ的なカルチャーとか、まあそういったところにかなり影響を与えてるんじゃないかなっていうようなあの絵柄の印象が強くてですね、自分がこう今まで触れてきていたもののルーツを感じたというか、そういった面白さがありましたね。百何十年も前にこのセンスで絵を描いてた人がいたっていうのは、まあ、すごく正直驚きましたね。もう普通にミュシャのファンになってしまったので、あのいろいろグッズを爆買いしてしまいました。プラハもまたウィーンとは違った魅力があって、ウィーンと比べると少し全体的に時代が古いんですかね。なのでお城とか教会とかもですね、かなり表情が違っていて、ウィーンは結構洗練された雰囲気だったんですけど、プラハはねもう少しこうゴテゴテしいというか細かい細工とかも多いような印象で、また少し違った豪華さがあるなというふうに思いました。中でも非常に印象深かったのがこちらのロレッタ教会というところになります。他の大聖堂とかに比べるとあの規模は小さいんですけれども、すごくね洗練された雰囲気で、中にはですねいろいろな展示とかもされていたので、そういったちょっと博物館的な楽しみ方もできる場所でした。そして何といっても訪れたかったのがこちらのストラホフ修道院になります。こちらはなんとびっくり、世界一美しい図書館があると言われておりまして、あれどっかで聞いたなって感じなんですけど、まんまとその歌い文句に惹かれて、僕たちも訪れてきました。中に入るとこんな感じでいろんな動物の標本が置いてあったり、植物、鉱物の標本が置いてあったりですとか、いろんなジャンルの本が置いてあったり、こちらは当時の電気を発生させるための機械だったみたいなんですけれども、まあ、そういったものも置いてあったりとかですね、非常に様々な分野の資料っていうものが置かれておりまして、知的な雰囲気が漂う心地いい空間になっていました。そして肝心の図書館部分がこちらです。この木目調の落ち着いた雰囲気すごくたまらないですね。天井には人類の精神史というタイトルの西洋の科学とキリスト教の歴史をテーマにしたフレスコ画が描かれております。そしてこの図書館の面白いのが図書室が2つありまして、こちらは神学の間と呼ばれるお部屋になります。先ほどの部屋が哲学の間と呼ばれておりまして、この哲学と神学という当時重要視されていた2つの学問がテーマに図書室が作られています。神学の間の方はかなり豪華な、ね、装飾がなされていて、雰囲気がだいぶ違っていて面白かったですね。そんな感じでざっくりではありますが、ウィーン、ザルツブルク、プラハの旅をお届けしてみましたが、いかがでしたでしょうか。ヨーロッパは何度か行ったことがあったんですけれども、ウィーンやプラハみたいにね、こうザ・ヨーロッパみたいなイメージのところに行くのは初めてだったので、そういった意味でね、街並みとか教会とかお城とか、いろいろ見ることができたのですごく楽しかったですね。まあ、特にね、今回は世界一美しい図書館を2つ見ることができて大満足だったんですけれども、実は今回は休業してしまって行けなかったんですが、プラハにはなんと世界一美しい図書館がもう一つあるそうで、画像とかを出しとければと思うんですが、あのこちらもね、あのタイミングによっては中に入って見ることができるみたいなので、ぜひあのこちらも行ってみていただければと思います。
ヨーロッパは結構知識とか学問みたいな部分が教会だったり、王族だったり皇帝だったりみたいな、権威の部分とね深く紐づいている部分があるので、古いものでもしっかりとした本だったり、すごく豪華な装丁のものだったり凝った作りになっていたりとかですね、見ていて面白いものが多くて、もちろんね図書館とか書斎とか美術館博物館とかですね、そういった場っていうところも非常に見応えがあってですね、本っていう物体が好きな人間としてはいろんな面で楽しめる、旅行だったかなというふうに思います。またねちょこちょこいろんなところに行った動画とかも上げていければなと思っておりますので、もっとこういったところが見たいとかあればぜひコメントいただければ嬉しいです。そんな感じで本日の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またどっかでお会いしましょう。さよなら。